大道大学は、愛知県名古屋市南区滝原町中の三日本部を、奥日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は大道大。大道工業大学時代の校舎大道電力を、はじめ、日清宝石、矢作水力、大道成功、東方電力、東方ガスなどからなる電力、電鉄、成功、ガス、 科学工業など多岐にわたる会社を設立し、中部財界の礎を築いた福沢桃介を大道大学の祖とする。福沢桃介の工業技術者養成のための研究教育機関の構想を受け継いだ大道成功、社長、下出義雄が中心となり、1939年1月に旧大道電力計31社の共同出資により、 大道工業教育財団が設立され、同財団により、大道工業学校が設置された。その後、戦後の学生改革を経て、高度経済成長の真っ只中の1962年に、中部地区の産業界の強い要望に応え、大道工業短期大学を設置、2年後の1964年には、機械工学科と電気工学科の2学科からなる。 大道工業大学が設置された。以来、学科増設によって工学部の充実を図り、2001年には、6学科体制に移行、さらに2002年には、情報学部情報学科が設置され、2009年4月には、大道大学に、公明変更がなされた。日本の言語の中で最も古いものを冠した、大学であるとも言えるが前日の通り、 旧大道電力系企業に由来しており、直接の関係はない。ありがとうございます。